こんばんは、くるくるさえです。なぎさんのふもとをさまよっていた一匹のパピオン、後にナッキーと名付けましたけども、地元レストランを経営するご夫婦に保護されて今一緒に暮らしています。毎日優雅に自由に暮らす様子をタンゴのリズムに乗せて作ってみました。聞いてください。タンゴパピオン。私はパピオン、なぎのふもとで暮らすの。自由な生活、個室を与えられて、ふかふかベッドに広々とソファーよ。退屈な時は広いフロアで踊るの。私はパピオン、自由に歩き回るの。マスターマダムに可愛がられるペットよ。街中の男、私にメロメロ。腰振る姿に飛びつくのよ、タンゴ。私はパピオン、鍵の風に吹かれて、豪華な食事は毎日飽きないのよ。メニューはステーキ、シチューにグラタン。お腹がいっぱい、満足したら踊るの。私はパピオン、しなやかな体つきよ。飾りでひらひら、蝶々のように舞うのよ。街中の男、後ろについてく。ウィンク一つで、イチコロが乗った。街中の男、